どうも、ジーガルです。イルルカ 3DS、前回の続きからやっていきたいと思います。では、今日の目指す最強マスタード GP やっていきましょう。まず集計結果からですね。目指す最強マスタード GP、本日のランキングを発表します。57,521。ほう。おめでとうございます。ランキングが上がりました。5万か。やっぱ3連勝しないとね、きついですね。アウェー戦0点。このアウェー戦がよくわからんねんけどな。アウェー戦でどうやってやるんやろ。お、スキルの種かける3ゲットしました。アウェイ戦が謎ですね。まあ行きましょう。作戦変えとこう。AI も、あ、違う、これメンバーじゃないや。違うやん、メンバー。メンバーが地味に違うぞ。メンバーが地味に。あ、おったおった。これで OK。で、作戦はと。あ、大丈夫ですね。OK。さて、行こう。まあ、新リオで行ってもいいんですけどね。まあ、このメンバーで行きます。登録もう新竜はスタンバイなんで、ね、これまあスタンバイも入れれないんで、一つのパーティーだけなんで、相性がかなり大事ですね、これ。相性さ合ってればすぐ勝てて、合ってなければ負けると。来ました。お待たせしました。本日あなたと対戦するチーム発表します。おー。イロハス。りょうちゃんズ。まあ、どの、大体な、うなぎとか新竜がね、結構いるパターン多いですね。開始！問題は、うなぎ新竜ですよ。奴らを、おーおー、オッケーオッケー、なんかいけそうな気がします。身代わりが多分いないですね、これ敵が。身代わりがいなければ、なかなか、いい感じです。いけると思います。身代わりが結構強いですからね、あれね。いきなりインテ。いやつ、ドン、おー、いやつ、来たか。あ、命令できんのか。なるほど。まあもうこれはこれしかないでしょ、やっぱ。凍てつく波動。身代わり。バイション。よし、ナイス。バイメリット？何これ。特殊発動率アップ？メドローア、ズドン。ドルマドン、ズドン。おー、いいね、いいね。オッケーオッケーオッケー。輝き強い。灼熱強し。おー、輝き強い。おー、強い。守りの霧。おう、よかった。よし。いけ。いてつく波動。めっちゃするやん、いてつく波動。バイション、さらにかけます。からの出目消える。意味わからんけど、まあ、ええわ。よし、攻めろ。よし、攻める。ゴス抜きアタック。お、めっちゃ強い。攻撃めっちゃ強い。おお、いいね。まあまあ、なんとか。ブレス耐性をシール動画に持たせれば、かなり強くなりそうですね、これね。ブレス耐性を持たせれば、だいぶ硬いぞ、これは。うん、ブレス耐性を持たせよう、ちょっと。やりましたね、この調子で頑張りましょう。結構、ブレスが強いんですよね。あと、全員にマインド耐性ね。お！モントナーがおるぞ。おお、ダイヤモンドスライム、やはり身代わりがいますね。ほほー。まあ、アタッカー2人と、ってところでしょうかね。厄介だね、これは。これは厄介だね、なかなか。まあ、ね、ブレスがいない分ね、いけると思う、俺は。いけ。お、どういけばいけるか。身代わりドン。バイション、いいね。バイションかけるとこでかい。お、いいね、いいね。マヌーさん、お、いいね、いいね。おし。お、痛い。お、マダンテ、何？え？マダンテ？強しかも。強っ。しかも動きめっちゃ早い。早っ。もう完封。めっちゃ早かった動き。マダンテしてくると思わんよな、マダンテ。マダンテはきついで、これ。シール動画のちょっと耐性が低いな、やっぱり。おぉ、新竜王。これまた強そうじゃないか。新竜王はブレスがね、結構やばいんですよね。ブレスがちょっとね、やばい。
おお、危ない危ない。ブレスをとりあえず、防げば勝てる。デメキエルいらんってこれ。これデメキエルいらんなこれ。お、マジ怖い。終わった。これはきついやろ。おお、きつい。眠った。グランドネビュラ。強し。うん、やっぱきついな、これ、ちょっと。これ危険ですね。これ無理やわ。これは勝てんわ、これ。やっぱね、このシールド動画が身代わりをしてこそのチームなんで、それが決まらなければちょっときついですね。そこをちょっと何とかしない。あかん。あと、スピードが遅い。スピードはやっぱ遅いなと。スピード大事ですね。かなりね。一勝二敗とはまさか。まさか。スピードが大事やな、やっぱり。あとスキルね。スキルもいるし、装備もいるし。いるものがありすぎて、いるのがありすぎてあれやな。対戦結果アップロードしてみます。やっぱ神竜の方が安定しますね。あいつ一人の方が強いですね。うん、今のところはね、やっぱね。お待たせしました。将棋の対戦結果こちら。ズドン。OK。194点。お、194点か。きついな。アウェー戦もよくわからんけど。はい。というわけで今回の動画はこれで、終わります。まあ、短いんですけどね。まあ、目指す最強マスターズグランプリだけやりたかったんで、とりあえず、これで終わりたいと思います。次、まあ、コミュニティ対戦、やるか、団員対戦やるか、ちょっととりあえずすれ違いたいんで、いろんな人と。まあ、すれ違うためにコミュニティ対戦やったりとか、なんか、そっち系のやつやって、あと、まあ、装備集めとかもね、やっていこうと思います。というわけで今回の動画はこれで終わります。ありがとうございました。